スピッツァー宇宙望遠鏡が撮影したシュワスマンはハマン第三彗星のダストトレールスピッツァー宇宙望遠鏡が撮影したジョンソン彗星とシューメーカーアラビ第三彗星のダストトレールダストトレールは流星群の理論的な空間分布を考える際その流星物質の集団の名称として使われる言葉1999年イギリスの天文学者デイビッド・アッシャーが ロバート・マックノートと共に提唱した。母天体が特定の近日点通過日付近で、太陽熱の作用で、流星物質を集団で放出したと仮定して、その特定の近日点通過年を関して、例えば、シシザ流星群の1899年のダストトレール、シシザ流星群1998年、近日展開記事における3公転前のダストトレールという風に、 その流星物質の集団の名称として使われる。従ってここは特定の流星群の流星物質相対のうちのさらに一部分を指している。なお、ダストトレイルは提唱された時にはあくまで理論的な概念であり、近年まで直接観測された例はなかった。しかし、2002年に東京大学基礎観測所により 22P。 コップフ水星のダストトレールが撮影され、スピッツァー宇宙望遠鏡が2005年に 48P、ジョンソン水星と 129P、シューメーカーレビ第3水星の2006年には 73P、シュワスマムワハマン第3水星のダストトレールの撮影に成功した。2016年には、スバル望遠鏡でのヒクソンコンパクト銀河群59、観測中に 67P、 チュリュモフゲラシメンコ水星が偶然映り込み、ダストトレールも撮影されている。なお、アマチュアの天文家によっても観測が行われており、2009年には日本でコップフ水星のダストトレールが撮影され、2010年7月にはフランスと日本で 10P テンペル第二水星のダストトレールが撮影された。ダストトレールの後から個々の流星物質は、 ゴミの道を車のように移動するかの印象を受けるが、実際には、流星物質は、車ではなく、道路の材料そのものである。ゴミでできた道に近い。個々のダストトレイルを形成している、流星物質同士の間に、強力な万有引力が働いているわけでもないので、何重工転もしているうちに、流星物質個々の公転周期のわずかな差や、大惑星への接近の仕方の違いで、 いずれは、煙が拡散するように、それはバックグラウンドに溶け込んでしまうはずである。なお、この場合のバックグラウンドとは、流星群に属さない、散在流星のことではなくて、毎年現れる、流星群であれば、平穏な年の平均的な流星群を形成している、流星のことである。以上のことから、ダストトレイルの研究は、流星群が平穏な年よりも活発である状態や、 もともと普段の年はほとんど群流星が出現しない弱い流星群が突発的に多数出る場合の理論究明に使われる。流星群の活動が特に強い突発的な1時間程度の時間幅の活動に観測した時点から見て比較的新しい近日点通過年に形成されたダストトレールが関与している場合が多いとされている。太陽系では 太陽の引力がズバ抜けて大きいため、天体の軌道はほぼ楕円であり、小さな初期速度ベクトルの差では、楕円同士の形や向き、大きさに、大差は生じにくい。そのことから、かなり前には書く、ダストトレイルは、母天体から発してその軌道前後に、母天体の軌道にほぼ沿っており、その存在確率は、母天体の軌道から離れるに従って、 単調に減少していくようなモデルが取られていた。このイメージは流星群の進化の説明として今でも一般に使用されている。なお平穏な年の流星群の流星物質の軌道の観測からその流星群の母天体の判定をするような場合には今でもその考えが有効である場合も多い。しかしダストトレイルの挙動を実際に計算してみると 惑星に接近した部分だけが大きく位置を変えるため、ここには流星群の分布領域の内部で曲がった細いフィラメント状になっている場合があり、相当複雑であった。特に観測時点から見て、新しい近日点通過年のダストトレイルが、普段はいくらか流星を降らす程度の流星群が流星群になる場合に寄与が大きいため、計算をするかしないかで、 強い出現の予測の精度が大きく変わる場合があった。ありがとうございます。